ことやらくだんないことばかり恐れて愛もしない正しさのドレイザーシャチな走行性夏の夜の日に身を溶かして音も立てて散っていくあの春虫のように終わりたいんだ元に逃げてしまうあの太陽へと近づいて羽の時計音を聞く超えた知識で奔妙な僕らの身を隠したって無断彼は天井から見ているすぐに見つかってゲームはしまいさ5月14日に僕は音楽を人様に見せることを始めたんですけど、その日5月14日2014年年の5月14日は別に僕のことは僕の音楽なんて誰も知らないし、誰にも必要とされてない音楽だった。俺が俺のためだけに作って世に出していた音楽だったものが10年経ってこういう景色を見れるようになったんだなと思うとすごくなんか感慨深いです。どうもありがとう。いやまあ言ってもさ、なんかその始めた時、まあ完全に趣味として始めてたものから数えての10年だから、別にねそのメジャーシーンで10年こう戦い抜いた食いつないでやったぜみたいなことじゃないから、別にこう自分としてはそんなに大したことではないし、こうそれまで自分の
10年間をこう上から俯瞰してこう見返すまでの意味しか俺はこのライブには抱いてない、まあ、それが僕にとってはすごく重要なんだからやるんだけど、なんか、ね、10周年お疲れ、や頑張ったねっていう感じでは自分としては全然なくて、まあ、ずっと地続きだからね。ただまあそのなんていうんですかね、10年物事が一生の中で続くって結構すごいことじゃないですか。僕だったら例えばですけど、ね、あの少年野球やってた時小中9年間だけしか続いてなかったし、10年続いたものってね、何だろう、飲酒いや、あ、飲酒はまあそっか、あの俺は28歳なんで理論上は8年なんですけどまあそれぐらい、なんていうんですかね、その飽きずに、こうめげずに、しょげずに、折れずに、いやまあ折れたし、めげたししょげたんだけど、まあそれでもこうあの10年間やれたっていうのは、それがその最初の時と同じようにずっとあの自分の音楽が自分のためだけのものだじゃなかったからというか、途中でどんどんこうやってあなたたちを巻き込んで、あなたたちのものにもなっていってくれたからだと思うんですね。そうじゃないと俺はここまで音楽続けられなかったなって本当に思うし、まあ、どっかで飽きてスパッとやめちゃって別の人生を歩んでたと思うので、そういう意味でまあすごい昔から聴いてくれてた人も、まあそうですね、最近知って数曲しか知らないけどここに来たよって人も多分いると思うんですけど、そういう人も鍋と等しく俺はすごくついてきてくれてありがとうって思っております。 Thank you。 まあとりあえずこんだけね見に来てくれる人がいるってことは、まあ、ここから10年間、まあ、減り方を考えてもまあとりあえず次の10年もあのなんか音楽やれる気がしてますんで、末永くよろしくお願いします。で、この間このライブでこの武道館公演でやる曲をファンの方に投票してもらうっていう企画がありまして、でそれでぶっちぎり1位だった曲が僕としてはすごく意外で、こんな大事にしてくれてありがとうっていうものだったので今からそれを演奏します。
ってもねならって悪魔はいるじゃん。何もかも捨てちまえよ。深い深い僕の愛なくさえもうどうしようもない事実の主演から逃れられない。もらう今に欲望に沈めない思考を休める何の理想を回せ。You're